では今回は情報がセットになったリストについて勉強をしてみましょう。情報がセットになったリストというのはですね、この内容と、この内容はセットであるということを示している、つまりはですね、項目名とその内容がある、そういったイメージです。それが全体としてリストになっているような状態のもの、それを、考えてみましょう。まずはそれらが、全体を、それらは全体を、囲むタグが必要になります。それはですね、DL というタグを利用していきます。この DL というタグを利用することで、ここの内側に書かれているものは項目名と内容がセットになっているものですよということを示してくれます。そして、項目名の部分には、DT というふうに書いてあげます。 DT というタグを使ってあげましょう。そして内容の部分には、ここに DD を使うことになります。この3つのタグを組み合わせることで、このセットになったリストというのを、作っていくことができます。具体的な例で考えてみると、例えば質問と答えというものが結構、分かりやすいのではないでしょうか。それを例にとって実際に HTML で書いてみたいと思います。今回はこのような HTML を用意しておきました。まだ全く何も書かれていませんが、この質問1、答え1というものがあるという前提で考えてみましょう。まずこれらが、リスト全体であるということを示すために、DL のタグで囲んであげましょう。インデントを揃えておきましょう。このようになりました。そしてですね、質問と答えのそれぞれが DT と DD で囲まれます。質問を DT で囲み、答えを DD で囲んでみましょう。そして、保存します。ブラウザでもともとこのように表示されていたものが更新をするとこのように表示されました。最初の質問の部分はインデントされず、答えがインデントされています。これの質問に対しての答えであるということが少し分かりやすく表示されました。これが複数あるとどうなるのか見てみましょう。これをコピーして、貼り付け。そして、それぞれ2に直して、さらにもう一つ追加してみましょう。このようになりました。保存して更新をしてみます。すると、それぞれの質問と答え、質問と答えというセットが3つ分かりやすく表示されたと思います。このようにして、何かに対してその内容というふうに情報を書いていく場合には、DL を使ったリストの表現を使うことができます。前回使ったリストの入れ子の状態とは意味合いが違うことはお分かりだと思いますが、今回のこの内容、これから先 CSS を学んでいくとよく登場する書き方です。ぜひ覚えておいてください。今回は項目と内容が対になっている、セットになっているリストについて勉強をしました。